生リーベジュ学園より愛を込めて、皆さんごきげんよう。テレビアニメ私のよりはお仕事です。白鷺姫役小倉優衣です。ごきげんよう。綾小路美月役上坂すみれです。この番組は現在放送中のテレビアニメ私のよりはお仕事ですを盛り上げるために、私たち2人が外空と本音を駆使して最新情報や魅力をお伝えしていくラジオ番組となっています。ポン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 あれなんかおかしいな。え、今日はゲスト様が、いよいよ、そうなのですよ。でも来校者じゃもないなんだね、今までとても綺麗にお送りしてきた私たちのこのラジオでございますから、学びオブ学びのラジオです、ね、そうですわ。ためになり、何でしたっけ、ね、たば今不安なお顔で今隣にあのゲスト様がとてもね、私たちでも不安そうな今表情をね浮かべておりましたけれども、そ確かにあんな不安な顔現場でも見たことありませんわ。なかなか拝見しのアフレコスタジオでもちょっとね引き出せなかった表情が今出ておりますけども、ね、大丈夫かな、迎えられるかな、まあ、でもせっかくだからね、今日ゲストさんといろんなお話をしていければと思いますので、はい、早速始めていきちゃいたいと思います。おっ、それでは始めていきましょう。皆様本日もごゆっくりどうぞ。この番組は私のゆりは制作委員会です。一人者の提供でお送りします。カフェリーベジュ学園より愛を込めて。改めまして小倉優衣です。上坂すみれです。では本日来てくれたゲスト様お呼びいたしましょう。この方です。皆様ごきげんよう。立花すみか役小市誠です。よろしくお願いします。ようこそ、ね、お越しくださいまし ました、はい、どんなテンションなんだろうってちょっとオープニング見ててすごい不安になったんですけど、不安定なんですけどそうなんですよ、気によるよね、この空気ね。でも結構自由な感じでね、主にお話しさせていただいてます。そう、ゆいちゃんがすごく美容に詳しいからゆいちゃんが美容のことを教えてくれて、はい、そう、嬉しい。その代わりにペさんがなんかネット用語を私にいろいろ解説してくれるっていう、ちょっと幅広いですね。全然五分と五分じゃない、確かにウィンウィンじゃない全然分の悪い交換してるんですけれども、うん、まあ、なんかがっつりこうやって3人で作品やったのって綿より初めてですよね。初めてです ね。お互いちょろちょろあったのかな。そうね、ちょろちょろえ、なに、なんでなんで笑うの。普通さ、いや、いや、なんかちょこちょこってよく言うけどさ、ちょろちょろじゃない、水の音水が流れてる、あれおかしいな。でもちょろ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 ささやかに、ちょろちょろささやかに流れるね、はい、川のごとし、せせらぎのように、せせらぎがね、そうです、そう、共演してました。せせらぎのような共演の仕方をしてましたね。そうですか。なんか悪いみたいじゃないか。綿よりのアフレコ現場めっちゃみんな話してますよね。なんか、あー、でも確かに、うん、何の内容話してたかすごい前すぎて、確かに、うん、なんか私は途中から時間帯的に参加が多かったんですけども、A パートでめっちゃこの場が温まってて、うんうん、一体何喋ってるんだろうって気になってたんですよ。何喋ってたっけね。まあでも基本的にはまあその作品のことだとは、ね、原作のことでも結構盛り上がってたし、うんうんうん、何話しちゃったっけな。でもなんかあんまり関係ない話もしてたよね。結構してる気はしますけど、うん、本当に覚えてないです。本当女子校みたいな、ね、あ、確かに、うん、雰囲気だったよ ね。そう思うと、だから何の話か本当に分かんなくて、本当に入れなくて出たサミペのあの中身おじさん説のなんかこうなんかすごいなんだよ、旗から見たらフェさんもね、入りて一員だからね。本当に入れたのかしら、うん、いや全然入ってたよ、ね、そんな印象は。そう、なんかすごいお酒をたしなむみたいな、あ、そんな話してましたっけ、した気がして私。本当でした、はい、あ、
そう、それは事実です。なんかその見た印象と全然違いますねみたいな話をした記憶が。あれ、小市さんは飲むんでしたっけ。私はあ、でも意外と飲まなくて逆。あ、そうなんだ。そうなんです。あ、飲みそうって言われますか。言われます。私逆にそもそも飲みそうって言われて飲まないタイプ。なんで、なんで飲みそうに見えるんだろう。確かに多分声がかすれてるからそういうこと。かすれてるから酒焼けってよく聞かれる。いやいやいや、ハスキーの人みんな酒焼けなわけないじゃん。それ良くないね。良くないよね。その絡み方は良くない。確かに。ゆいちゃんが飲むのもまあちょっと意外な感じするけどね。あ、でも私全然、あ、全然でも最近もう飲んでないんで。あ、そうなの？うん。そう、味は好きなんですけど。オーバレ、オーバレしちゃう。オーバレしない。しないよ。オーバレしちゃう。脱ぎ始めるの？それは脱ぎ始めない。飲まない方がいいかもしれない。全然全然。ルナちゃんの。全然。おじさん飲めないんで。ルナちゃんの。ゆっちゃんはお席眠ってルナちゃんの。ルナさんは楽しそう。私は楽しくて、なんか楽しく飲んでるから、それを見てんのが楽しい。いいな、そうか、ミさんといると。あ、ぜひちょっと一回飲みに、うん、本当ですか。はい、でもお便り、そうですよね、なんか打ち上げとかもちょうどない時期だった、ね、そうなんですよ。やりたい。そろそろね、あるのかな、ご時世的に復活しそうなので、ね、いや確かに、みんなでアフタヌーンティーしたい。アフタヌーンティー、いいね。アフレコといえばさ、だいたい夜集合みたいな感じだけど、うんうん、いいね。流行ってるんでしょ。流行ってる、ね、なんかどっかのホテルをじゃあ貸し切って、貸し切って、みんなでアフターヌーンティー。すごい、貸し切るまで想像してなかった。すごい、ごちそうさまです。貸し切ろう。一人者さん、ごちそうさまです。ありがとうございます。ヒヤヒヤしてると思います。せーの、一人者って言ってくれるかな。そうだそうだ。せーの、一人者って言うたびに飲んでくる。やだ、ダメよそれ。ちょっとね、社風が、社風があるから。確かに、あ、そう、そうそうそう、ね、ゆり姫を出してる会社がそんなことするわけない。ちょっと乾杯の仕方も、一人者、一人者。ダメダメ、怒られちゃう、怒られちゃう。紅茶だから、ほら、優雅に、ね、確かに、ノンアルコールでね。ノンアルコールでね。ちょっと、めっちゃ話、脱線しました。脱線した。何が書いてあるかっていうと、うん、はい、小市さん演じるスミカさんのご紹介をお願いします。はい、そうですね、立花澄香さんはリーベ女学園の3年生でして、はい、まあ、眼鏡姿もすごい知的な雰囲気で、すごい一番の先輩というか、まあ、子さんですよね、うん、もう最初から立ち上げメンバー、はい、としているんですけれども、うんうん、本来の姿はもうだいぶギャルな子ということで、うん、ギャルい、はい、ギャルい感じで登場はしてましたね、うんうんうん、なんか第一印象的にスミカさんどうでしたか、うんうん、第一印象は、うん、まあ、確かにギャルってまあ言われてるし、うん、ギャルなのかなって思ってたんですけど、うん、結構なんかそのすごくリーベのことを大事にしてたりとか、うん、まあ、あのサボっているように見えて、すごくまあそれは周りを見ていて、こう責任者、ある意味そのホールの責任者という存在で、うん、まあ、やっているっていうところで、見た目は確かにギャルかもしれないけれども、中身は意外とそのギャルのウェイ感が強いっていう子ではないのかなみたいなのは思ってましたね。確かに、なんか根は真面目な感じがちょっとね、見え隠れする感じも、ね、うんうん、本当に面倒見がいいし、ね、なんか、うん、みんなに親身になってくれるところが、舞さんがある意味ドライな経営者っぽい立場だから、うんうんうん、なんかこうスミカさんがこうみんなのメンタルケアみたいなのやってくれてる、すごいバランスが。確かに。そして黙々と働くねねさんっていう、うん、いや確かにね、バランスが取れてて、みんな違ってね、そう、まあ、ただちょっとその突っ込みすぎちゃうところはあるのがたまに傷というか、うん、あ、まあ、いいところでもあり、そこがちょっと、ね、ツイッと行くときはね、行くもんね、うん、ちょっとおせっかいかなぐらいの、うん、こうなんか入り方を確かにするんだけれども、うん、でもやっぱ優しいですよね。そうなんですよね、うんうん、まあ、だからそれがちょっとかのこちゃんとかのちょっと引っ込み思案の子からすると、うん、おー、なんかスペース急に迫ってきたみたいなところはあるのかな、うんうんうん、ある意味コミュ力高いみたいなね。確かにそこはギャル力が、いや、発揮されてますねだいぶ、はい、役作りはどうされたんですか。最初からもうあの感じで自分で作り込んでいった感じだったんですか。あ、でも、うん、すごいまずギャルを研究して、なんか野生のギャルから入ったんだ。ギャルの方のスミカさんから、ギャルのスミカから入ってて、私は、なん
かその喋り方、その結構中身が真面目な分、うんうんうん、やっぱりでもギャル要素っていうものは残したくて、うん、言葉の端々に少しなんかそのギャル味っていうのは入れたいなって思っていたので、うん、ちょっとそのギャルの方がどういう喋り方をするだろうっていうのを研究するところ、何で研究したんですか？どういう人物？あ、でも、ま、街中もそうだし、あとその結構今はほらネットで何でも確かに調べられるんで、うん、ネットの力を借りてギャルみたいに調べて、なんか古風なさギャルなのか、うん、最新のナウイギャルなのか、あ、どっちのイメージだったんですか？でも令和っていうよりは、うん、平成の、あ、ガラケーにいっぱいあのなんか大きいぬいぐるみぶら下げてた時代、あ、どっちかっていうとデコ系、デコ系のラインストーン、ラインストーンありまくってあのパカッて開ける携帯にさガラケーのねピンクのね大きい、ね、プリクラ貼ってる人がいて古っそのギャルそこまで遡った、そこまで遡る方まあでもね、なんかちょっと腕にシュシュつけてる感じとか、あ、でも近いよね、確かに、うん、そっちだよね、雰囲気がちょっと一個前かなみたいなイメージはあって、なんかその最新のなんか頭にずっとつけてたもんね。あ、そう、シュシュ、ね、大きめのシュシュをつけてるんで、確かに確かに、かちょっと語尾伸ばす感じだったりとか、うん、そっちの方のギャルを意識して作りましたね。ギャル研究いいね。ね、今ギャルはじゃあどんな感じなんですか？今ギャルはもっとドライだよね、なんか、うん、なんかさっぱりした感じ。あ、そうなんだ、うん、あんまりなんかそのギャルっぽい喋り方みたいなのもそのしてるイメージがあんまなくて、うん、なんかナチュラルに、なんだろうね、あんまなんかもったり作り込んだ言葉とかがないっていうこと？ないよね、なんかさらっとギャル語言うみたいな。え、ギャル語、最新ギャル語一つ教えていただいて。最新ギャル語なんだろう。いや、私も最新ギャル語はちょっとなんで、最新ギャル語とは、え、なんかイニシエギャル語だと、うん、なんだろう、え、トリマとか、あ、トリマってギャルなのかな。まあ昔は確かに、うん、言ってた、言って、昔っていうか、おのおの思う最新のギャル、やだー、古い、やだ、聞いたことない気がする。ちょっと前だったやっぱピエンとかピエンは、ピエンはね、なんかギャル、なんだろう、 TT みたいな、ちょっと前だった、確かに。あ、でも私この間オムライス屋さん行ったんですよ、うん、そしたら隣になんかアルバイト仲間っぽい女性2人が座ってて、うん、でも確かにあんまり特定のなんかギャル方言みたいなのってないんだみたいな、辛みたいな。あ、でもそうかも、なんか、うん、なんか学校があるから、だるじゃない今のギャルは。だるしんど、確かに、うん、伸ばすっていうよりは結構短く切る感じの、そうそうそう、辛、だる、あ、終了みたいな、クラスのね、なんか男子がってなりマジしんどマジしんどだる、終了、拙者が拙者が拙者が悪いんでござる。なんか一言でこう切り捨てる感じだよね今のギャル。確かに拙者ないんだ、拙者ないんだ、悔しいでござるよそうなんだ、うん、え、学生の時、うん、周りにギャルいた？ギャルか、ギャル、私今すっごい仲いい子がギャルで。え、そうなんですよ、元ギャル今ギャル、多分その今ギャルっていうイニシエのそれこそギャルが残った状態で今までこう来てる、なんか下積みギャル、下積みあー、こいちゃんイエーみたいな、あー、ちょっと平成っぽい。そうなんですよ。いいね、そうだから、そのスミカも割となんかその声高く作ろうかなとかいろいろ考えたりしてたんです、うん、高校生だしとか思ったんですけど、意外となんかその友達のギャルが割と低めの、それこそちょっと先駆けしてるような感じの、けだるい、けだるい、そう、けだるいギャルだったんで、割とそこをちょっと参考にした感はある。スミカさんはこいつさんの友達から、あ、そう、だいぶサンプリングされてるんだ。かなりインスピレーションを、はい、いただいてます。大感謝ですね。いや、本当にすごいいいな、身近に、ね、そう、してくれてありがとう。その子とはめっちゃ長い付き合い。あ、すごい長い付き合いで、うん、学生時代からの付き合いですね。え、恋ちゃんもギャルだったん？あ、いや、全然ギャルじゃなかったんですけど、はい、あ、でもなんか周りにはギャルが多かったかもしれない。
私あんまいなかったかも、ギャル、うん、なんか、うん、まあ、今で言うナチュラルギャルみたいな子たちはいた気がするけど、うん、ザギャルみたいな、もう金髪でなんか、うん、いなかったいなかった、三つ目とかもとんがってる、うん、信じらんない、デコデコの、そう、これで何を作るんだみたいな、でも料理うまいんですよね、なんか爪長くて料理できなさそうなのにめっちゃ料理うまいんですよ、すごいね、ギャルって何でもできるイメージある、確かに、そうです、ギャルにできないことはない、うちら最強、かっこよ、いいね、ポジティブね、すごい、そうだったんですね、まあ、そんな、ね、ギャルトークが膨らみましたけどもね、はいはい、アニメの方では5話が放送されました、はい、5話はもしやり直せるのでしたらというタイトルでしたけども、うん、美月と姫の小学生の時の事件は、うん、今の2人の関係にも大きく影響を与えてしまいましたね、うんうん、結構ギスギスした回でありましたけど、そうですね、まあ、お互いにやっぱね主張があるっていうかね、そう、お互いの視点のねやっぱ感情があるから難しいとこですけど、まあ、姫は姫で裏切られたって思いも強かったりしたのでね、うん、すごい複雑な心境ありましたしね、なんか、ね、ずっとこう姫がこう明るくめげずにずっとやってきたから、うん、ここでなんかすごいこうギュッてしてる姫ちゃんを見ると辛いね、そうなんだよね、あんなに笑顔がね太陽のような、結構苦しいよね、そう、そのままね、姫ちゃんがうまく笑えないなんてことめったにないよね、もう人生でもねあんまないだろうから、う本当にね、確かにみんなはよくぞ乗り切りました、確かにこの話数を本当に本当に、ね、だって周りにいるかの子とかね、すみかも困ったよねっていうことでしたし ね、本当にシュベスターを解消するんじゃないかって、した2人急にみたいな、預かり知らぬところで、いや そんな目の前でだってね、お笑い見てたら急にコンビ解散したみたいな確かに確かにその例えあれ今コンビ解散したその例えはどうなんだろうね、壇上で喧嘩始めてバラバラに感じてたみたいな、そこも含めコントなのかとか思っちゃいそうだけど、確かに、あの、ね、でも実際そうですよね、その、うんうん、リーベに来てるお客さんたちは、うん、その二人のそのやり取りをう、ね、うん、こういうなんかまあ劇じゃないですか、ね、そう、演出でやってるのかなって最初はね思ってたところが、確かにこれは演出じゃないのかもしれない、あながち近いかもね、じゃあ、そう、確かに、うん、だからこう来校者様的にもざわざわする、うん、まあ、そんなね、あのシーンでございますけれども、はい、ここから皆さんからのメールを紹介しましょう、はい、なんかメールがバカみたいに来てってバカみたいに言い方いいこといいこと、ありがたいこと、もうさばききれなんさばくもダメだ、なんつうな、もうでもなんか本当一冊の小説出来上がるんじゃないかレベルの、そう、ね、すごいよね、どっから単行本どっからやってきたんだろう、一冊ぐらい、すごいよね、そう、このメールはどこからあなたの風はどこからありがたいことですね、本当に知らんとこからいっぱい送ってくれてありがとうね、みんな、うなさんからいただきました、はい、ありがとうございます、ごきげんよう、3話の感想になります、うん、前半は思い悩みながらもやはり外面に自信たっぷりの姫ちゃん、うん、学校内ではキラキラエフェクトが溢れ出るぐらい素敵な外面でしたね、うん、しかしそんな様子から一転、幼少期の姫ちゃんの寂しそうにおはようを二度繰り返す姿や疑心暗鬼になった時の姫ちゃんの様子は BGM やゆい様の演技も相まって胸が締め付けられるようでした、うん、しかしそれと同時に音や演技色の相乗効果でここまで世界を見せるのかと心が締め付けられながらも描かれる世界観に感動いたしました。次週がどんどん楽しみになるとともに3話でこの様子だとこの後どうなってしまうのという気持ちでハラハラが止まりませんわ、この先も楽しみにしております。それではごきげんようということで、あのこの番組で一番治安いいのはこのお便りの文面みんなねすごい丁寧な文章で送ってくださって、うん、そうね、意識が高くてね、よろしくてね、いやもう3話ですごくうなさんはねかなりハラハラドキドキされてるので、うん、今どんなどうなっちゃってる、今どんな気持ち、ねえどんな気持ち辛い？なんでそんな楽しそうに聞いてるんだい？ねえ辛い？キラキラユリアニメだと思った？確かにね、そういう意味では、うん、アニメから入った人びっくりするかもね。本当だってね、
それこそ告知 PV とかが、うん、まあ、キラキラワールドで、ね、そうそう、もうあえてそっちで行きましょうってミスリードみたいのね、だったか ら結構ねアニメから見てびっくりしましたっていうお便り多いですけど、うんうん、小市さんはでも原作をもう元々、はい、私は、はい、原作全部好 き、 で、はいね、好きで読んだりとかはしていたんで、ね、うん、だからそう 原作からすると、はい、このなんかアニメの感じはどうですか。あ、だからなんかその、まあ、1話収録の段階で幸せだなみたいになって、うん、原作ね読んでる時からすると、うんうん、そう、もうとんでもないところまで、ね、行ってしまっている、ね、から今ここそう、なんかなんて幸せなスタートなんだろうって1話の時は思って、まあでもやっぱりこう、まあ、3話ぐらいまでは結構そのゆりというよりはこのゆりお仕事アニメみたいなところだったのが、うん、こうぐっとこの幼少期の2人を、うん、がこう出始めてから、あ、この2人の関係がやっぱゆりとしてエモいなっていうところになっていきましたよね。ゆり、うん、の真髄に迫っていく、うん、いやたまんないですよ、ね、苦しいけどこれがゆりだみたいなところが、あの苦しさこそがね、そう、ね、うん、思うことが苦しいんだっていう、ね、っていう、引き続きねぜひ楽しんでみてくださいね、はいはい、お願いします。じゃあもう一枚ご紹介しましょう。お願いします、こちらはるさんからいただきました。ありがとうございます。小倉さん、上坂さん、小市さん、ごきげんよう。ごきげんよう。シフト04拝見いたしましたが、小学生時代の美月様の暴露は降って湧いたものではなく、うようよ曲折を経た上での行動でいらしたのですね。姫ちゃんが内心で矢野と名字で呼び捨てにしていたのが、うん、彼女の精神の育ち具合を感じられて大変グッときましたわと。あの二人が弾く曲がよりによって Believe というのも、辛いものですわね、うん、PS ランドセルの蓋に時間割を入れてるのが大変懐かしいございましたと、細かいとこまでいろいろご覧いただいてます。時間割時間割懐かしい、懐かしい、細かいとこ見てる、すごい、見てた、小学生のリアリティ、ね、あるな、確かに懐かしい、全然関係ないけど、うん、あのうよ曲折をゆいちゃんがうようよって2回言ったのがねすごい可愛くて、カットされてるかな、可愛くて、でも言ったことに、今言ったことによりカットされない、聞いてほしい、うようよしちゃった、キャワタン、キャワタンって今言わない、キャワタンって今はカワチーだよ、あ、ごめん、先週教わったんだわ、カワチーだよ、カワチー、カワチー、私調べたんだけどやっぱよくわかんない、わかんなかった、だってこいちゃんって言ってる人はカワチー使ってますか。カワチー、あ、いや使ってないかも、ほらほら、まだ浸透してないって、そう、私ギャルだったのかな、え、セクチーは、セクチーも使ってないかも、ほら仲間いたでしょ、なんか赤はみたいな、うそちょっとじゃあいつかまたちょっと違う、みなみちゃん呼んだらみなみちゃんにも聞かなきゃ確かに、かわちがどこで、かわち、だいぶ話取れましたけど、はい、引き続きね、皆さんからのメール何でもお待ちしております。それではここで一曲お聴きください。現在好評発売中テレビアニメ私のよりはお仕事です、オープニングテーマ小倉優衣で秘密メロディー。秘密ってどこかまずったり、ジューシー派にふんわり香りするリズム音と刻んでく、
世の中にあるどんな言葉でもエレガントに変換してしまうエレガント変換のコーナーです。ペさん、今日のお題はこちらです。最近マジ暑くね。このままだと夏どんなんに、え、夏どんなん、どんなになっちゃう、あ、そっか最近マジ暑くね。このままだと夏どんなんになっちゃうのよ。やばみやばい、また餌を与えてしまったみたい。私はどうしよう。ペさんに喜んでらっしゃいます。それではペさん、お願いします。お灼熱、私我が身焼け焦げ早漏警具。カフェリーベジュ学園より愛を込めて。え、何語なんか古典入ってます。すごいね、自分で考えたの。賢い、やっぱペさんって賢いんだね。すごいよ、ね、そんな賢いじゃん。国語の古典またなんかハマっちゃったみたい。ダメだ、笑って言えなくなった。ここでカフェリーベジュ学園からのお知らせです。テレビアニメ私の入りはお仕事ですは現在 ATX で毎週木曜日22時30分から、東京 MX にて毎週木曜日23時30分から、 BS 富士にて毎週金曜日24時30分から放送中です。ぜひご覧ください。そしてテレビアニメ私のゆりはお仕事ですのブルーレイが全3巻で発売決定です。第1巻は6月28日水曜日発売、第2巻は7月26日水曜日、第3巻は8月23日水曜日に順次発売予定です。みまん先生書き下ろし漫画が掲載されたブックレットやオリジナルドラマ CD など豪華特典が盛りだくさんです。ということで今日はここに実物がおさらがあっております。このね表紙がね、うん、みつきと姫ちゃんの、かわいい、超かわいい、なんかすごい質感、なんかちょっとマットマットだけどちょっとツヤもある感じのメイクみたいなメイクみたいな陶器肌陶器肌を体感できる質感ですねはい、あの2人のイラストがスベスベしてて、うん、触ると気持ちいい、うん、ちょっと可愛い、ちょっとだけ、結構中はマットなんだねやっぱり質感質感マット質感がファンデーションですか、可愛い、そうマットな質感でお楽しみいただけます、ね、いいね、うん、はい、という感じで、うん、高級感ありますね、よろしくお願いします。こちらは、現在各法人で予約受付中になります。詳しい商品情報特典については公式ホームページをご覧ください。最後に私が歌うアニメのオープニングテーマ秘密メロディーは好評発売中、また6月7日にはサウンドトラックの発売も決定しています。こちらもお楽しみに。ではここで原作の魅力を伝えるこちらのミニコーナー、今週の小市さんレコメンド。原作の中からお気に入りの一コマやワンシーンなどをご紹介するこちらのコーナー、今週の担当はゲストの小市さんです。はい、今回おすすめするのはですね、うん、2巻の、うん、シフト07の一番最後の、うんうんうん、この大嫌いの一コマ、あーいい、まあ、なんかやっぱこの綿百合のこの作品はここから始まるというか、うんうん、なんかそのここまでやっぱ美月さんがなんでこんなにその姫ちゃんに対してギスついてるっていう、うん、なんて言うんですかね、うんうん、ギスついてるギスついてるギスついてるな美月さんと思ってそうそうそう、わからなかった謎がすっげーいいねいい言葉だったの、言葉そう、やっぱこの過去回で明らかになって、うん、この大嫌いでやっぱこの二人の関係がこう一気に変わって、うん、ここから始まったんだなっていう、やっぱすごく大切な一コマだなと思って、うんね、PV ナレーションでもこのシーンすごい印象的だったの、ね、覚えてる、いや私も見ました、うん、あの PV は、うん、はい、すごく素敵な、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆さんのおすすめもぜひぜひ送ってくださいね、はい、原作コミックス最新第12巻と公式コミックアンソロジーは5月17日、水曜日発売です。
そしてなんと12巻の発売をもって、わたより原作のシリーズ累計発行部数が100万部を突破いたしますということで、おめでとうございます。すごいね、すごい、100万部ってね、できるよ、貸し切り一せーの一人者合言葉はっていうね一人者パーティーできる、いや、やりたいね、100万部ね、突破記念も兼ねてぜひ一人者様お願いいたします。お願いいたします。ということでね、まだ原作読んだことないよって方もぜひね、ご一読くださいね。はい、今日ご紹介した作品の最新情報は公式サイトや公式ツイッターにも掲載されていますので、そちらも合わせてご覧ください。以上、今週のカフェリーベジュ学園からのお知らせでした。カフェリーベジュ学園より愛を込めて。外面本音お悩み相談室、皆さんからいただいたお悩み相談メールに私たちの外面を駆使しながら親身になって相談に乗っていくコーナーです。ただ最後はくじで選ばれた誰かが本音でバッサリ切りますということで、本日は小一様もご参加いただけるということで、はいはい、大変ありがとうございます。皆様悩まれてるんですのよ。あ、そうなんですのね。それを私たちが、はい、親身になって解決していこうということですけど、よろしいですか。かしこまりましたわ小一様はお悩みなんてありませんの？お悩みはそうですね、特に、あ、でもだいぶ言い上がんでますけれどもね、これはすごい悩みがあるか全くないかのどちらかでございますかもね。この空間で解決できる話じゃないと、あまり触れない方が嬉しいんでしょうね。だから、まあ、解決していただけるなら嬉しいんですけれども、私結構悩みがちというか、何でも悩みがち。そうなんです、なんかすごく落ち込むというか、一つのことを。知りませんでしたわ。でもそうですのよ小市さん、私も一回なんか立ち話をとある場所でしたことがあって、その時に、結構いろいろ考えるタイプなのですわね、考え込んでしまうんですね。そうなのですか。思ったことがございまして、なんかこの演じられる役柄的にカラッとした性格だと思われそうな、そうなんです、感じだから、ギャップが ね、 ねあるんですよね、やっぱりね、考えになられるんですね。です、ぜひ解決策があったら教えていただきたい。悩みすぎてしまうという、はい、じゃあ私たちが解決に導くというくじが差し出されてますわよ、お姉様。お願いいたしますわ。まずは小市様のお悩みをゆいお願いいたしますわ、はい、考えるな、感じて動けなるほど、考える暇はないぞと。あ、オブルスリーですわねオブルスリーオブルスリーですわね、わかりました、香港のオブルスリーですわね、うん、まさかの、まあ、とにかく不安になるぐらいなら動いてしまえばいいのではと思った次第でございますわ。なるほどですわね、うん、これからそうします。ちょっと戦いますね。オフルスリーのようにこれからは、はい、戦います。確かに体鍛えてる人ってあんまり悩まれないとお伺いしますもんね。確かにそうですね、筋トレをしますわ、ではメールのご紹介をね、はい、お願いいたします。あ、私ですわ、うん、マルピ様からいただきました。私はなぜか活字を見ていると眠くなってしまうのです。ですので本を読もうとすると朦朧としてきて、気づくと同じところばかり目で追ってしまってます。どうしたらよいのでしょうか、アドバイスお願いいたします。まあ、活字、活字ね、活字、うん、読まれます、本。活字は、私は活字しかありませんわ。暇を潰すものは酒と活字しかない、うん、そのイメージある。うん、そうでしょう、うん、そうなのすごいなんか明治の文豪みたいな感じでいいですよねそうそうそうなんで、うん、文豪入ってるからね、ね、活字とお酒でね、そうそうそう入ってる、文豪降臨させて歌詞書いてるイメージあるもん私文豪とインタビューやった嬉しい嬉しいそうですの、私もでも活字苦手かも、どっちかと言ったら。あら、そうですの、うん、ゆい様はどうやって、なんかじゃあ頑張って気合ですの、読むとき、うん、なんかその文章うんとはあ、でもなんだろう、契約書とかちゃんと見るそっちの活字大事な活字そうそう人生に関して大事な活字はしっかりとお読みになるそう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 、そういう活字はちゃんと見るかな。契約書のこと活字だと思ってなかった斬新
心。そうそう。そうですわね。あれ眠くなってる場合じゃないっていうなんか気持ちに、ね、確かになるから、うん。ちっちゃい字でなんか書いてあるかもしれませんものね。そうそうそう。え小市様はどうですか。私もあの小説を読むので割と活字は好きです。お好きですよね。はい、お二人がね解決できるといいんですけどね、うん、どうかしら。くじをね、くじ、ね、を引きますわ、はい、あ私がゆい様。どうしましょう。わかりましたわ。真ん中を引いたらゆい様でしたわ。わかりましたわ。考えるな嫁、契約書には気をつけろ。契約書を読むオブレシールですわ。そうですわ。契約書読むオブレシール。ここでさお時間となりました。引き続き皆様からのお悩みメールお待ちしております。以上外面本音お悩み相談室でした。カフェリーベジュ学園より愛を込めて。お送りしてきましたテレビアニメ私のよりはお仕事です。ウェブラジオカフェリーベジュ学園より愛を込めて、今回の放送もまもなくお別れの時間です。番組では皆さんからのメールを募集しています。作品の感想や私たちへの質問、各コーナー宛てのメールなどどんなことでも OK です。メールは番組の配信ページから送ることができますので、ぜひコーナー紹介も合わせてご確認ください。そしてこの番組には温泉プレミアムサポーターの方だけが聞くことができるおまけコンテンツがあります。ぜひプレミアム会員になってこちらも聞いてみてくださいね。ということで、うんうん、今回ねゲストさんもいらっしゃいましたけども、はい、いかがでしたか番組は。あすごい楽しかったです。もう本当に本当かしらね。本当に今日一笑いました。今日一それは良かったですよね。はい、よかったです。よく眠れそうです。悩みません。今日は悩まずに、今日はもう悩まずにすいねそうです。確かに、はい、あのねオブレスリーが夢にも出てき て、ね、出てきてしまいますよね。辛いこと辛い時あれ思い出そう、はい、ということで小石さん、はい、次回もねご参加いただけるということです。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。以上ここまでのお相手は白鷺姫役小倉優衣と綾野浩二美月役上坂すみれとゲストの立花澄香役小石誠でした。本日もご来店ありがとうございました。ごきげんよう。この番組は私のゆりは制作委員会です。一人社の提供でお送りしました。